入れ替え用の標準タイプである低十七号機、入れ替え用のデッキ屋根延長タイプである低二百五十二号機、九百五十六年、スイス国鉄低型電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道で使用される、入れ替え用電気機関車である。スイスの国鉄では、1九百五年に、交流十五 k v 五十ヘルツで、1九百六年、及び1九百七年に、 交流 15KV15Hz での電化の試験が行われたが、その後本格的な電化は、ベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道や、レーティッシュ鉄道からは、若干遅れて1919 19年のベルン・トゥーン間から本格的に始まり、1920年代には、主要幹線について、急速に電化が進んでいった。一方、 主要駅における入れ替え用の機関車についても従来は蒸気機関車が主力で1910から20年代に F2-251 型や XA2-232 型といった蓄電池機関車が工事用なども兼ねて一部運用されている状況であったが駅や操車場構内の電化の進展に伴い 1920から30年代以降入れ替え用の機関車にも電気機関車が導入され始め入れ替え用の電気機関車である E3、4型や E3、3型と並行してより小型で機関士ではなく入れ替え要員が運転操作をする入れ替え用トラクターに分類される低型、低位型、低位型機関車が導入されていた入れ替え用トラクターでは 他のスイス機関車と異なり、I 2、II、III 等の分類は、形式別ではなく定格出力の分類に使用され、電気機関車では低型は 90kW 級、低位型は120から 140kW 級、低位型は 250kW 級の分類となっており、入れ替え用電気トラクターの最小クラスである低型は、いずれも基本構造が同一で、 低圧タップ切り替え制御により最大牽引力 36KN を発揮する大型機であり、以下のシリーズが用意されていた。また、スイス国鉄唯一の1メートル機間の路線であった、ブリューニック戦線用機として、以下のシリーズが用意されている。この艇198から199型は、ブリューニック線が1942年に電化された、際に、本線用のフィーン。 6K ラック式、荷物電車16機と同時に、入れ替えようとして用意されたもので、標準機用の低型と類似の形態ではあるが、別設計となっており、低圧タップ切り替え制御により最大検引力 27.4KN を発揮する大型機である。本形式はいずれのシリーズの機体も、車体、機械部分は、SLM もしくは、駐車趣味度、電気部分、主電動機は、 NFO がそれぞれ製造を担当し、ロットごとの製造時基盤、製造所、SLM 製版、製造年、1963年の称号、改正後基盤は以下の通りである。ブリューニック専用のデッキ屋根延長タイプである T199 号機。ありがとうございます。